キングクローン地図、キングクローンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州のモハーベ砂漠にある、クレオソートブッシュの環状のクローン性コロニーであり、世界最古の植物の個体群であると考えられている。個体群の年齢は1万1700歳と推定され、クローン性生物を一つの生物とみなすと、世界最古の生物の個体となる。このラレアトリーデンタータの単一クローンの個体群の和は、 最大の直径が20メートルに達し、平均直径は14メートルである。キングクローンは、モハーベ砂漠中央部のカリフォルニア州道247号を、ルサーンバレーとランダースの中間のジョンソンバレーで、北のベッセマーマインロードに分岐し、そこから約0.6マイル進んだ道沿いにある。一帯は、クレオソート間保護区に指定されており、立ち入りが制限されている。 キングクローンの存在の確認と年齢の推定は、カリフォルニア大学リバーサイド校教授のフランク・バシックによって行われた。クレオスオトコタ軍が実際には一つの生物であるという仮説を、バシックが立て、レオネルダ・シルベーラ・ロボ・オライリー・スターンバーグが、個タ群軍の中の植物は、他の植物の個タ群軍よりも、より類似した特徴を持っているという論文を書いた。その後、 バシックは二つの方法を使用して個体群の年齢を推定した。一つは年輪年代学の容量による一年間に成長する距離と個体群の大きさからの推定である。もう一つは個体群の中心にあった木片の放射性炭素年代測定とそれぞれの距離と生きている個体との間の距離の計測からの推定である。どちらの測定法からでも 1> 約1万1700歳という同様の結果が得られた。ありがとうございます。